バーベナか。頼もしいぜ。見えますか？今ブリッジから皆さんに手を振ってますよ。見えてますか？実際にお会いするのは初めてですね。楽しみです。メイブって本当にいたんだな。なに赤くなってんのよ。この船で本部に向かうんですか？いいえ、もう皆さんは本部に到着しています。なんだって？もしかしてバーブナが EDF 本部なの？その通りです。アグレッサー反応接近。なんだと？こんな時に。総司令、まだメインジェネレーターのアイドリング中です。本艦は動けません。ブラスト状態。現在本艦はエネルギーチャージのため武器完成システムを停止している。君たちの手でこの船をバーベナを守るのだ。了解。参観して敵を迎撃せよ。特殊装甲に守られたバーベナは通常武器で傷つくことはありません。本艦への誤射は気にせず戦ってください。こちらライトニング、俺たちもバーベナの援護に加わる。ライトニング3の補給はまだか？それが補給基地にもアグレッサーが。了解。どうにかするさ。ライトニング攻撃を受けています。
しかない。ニュースネットワークです。アメリカ西海岸が記録的な寒波に見舞われています。現在もカリフォルニア州全域で降雪が続いています。すでに正式な研究機関が存在しないため詳細は不明ですが、アグレッサーの超巨大生物、通称ラズニードが地球の地熱に影響を与えた結果だと当局は推測しています。